は新潟からお茶会に来てくださってどうもありがとうございました。では、お茶会に来ようと思ったのはどうしてですか？ビジネスに関してちょっと疑問に思っていたことがいくつかあったので、それをクリアしたいなと思って、みずこさんにお会いしに来ました。はい。で、それで、お茶会の中でそのことを聞いてくださったわけですけども、はい。そのお茶会の感想はどうでしたか？お茶会参加してどうでしたか？みずこさんが本当に自然体で接してくださって、私の疑問に思ってたことも、お答えくださって、これからステップアップしていく部分も自分なりに全部なんか吸収できたので、すごく良かったなと思ってます。はい、ありがとうございます。何か自分でこう言いたいなっていう言葉、なんか喋ってみてください。言いたいな。こんなこと言いたいなっていう。ちょっと。言いたいな。今度さ、なんかお店をさ大きくするっていうふうにおっしゃってましたけども、どんなものを扱ってどんな思いがありますか？今はパッチワーク専門店なんですけれど、来月移転してからは、編み物や刺繍、あと犬の洋服を作ったり、このリード首輪とかリードを作ったり、そういう教育関係のことも増やしていきたいなと思ってます。なるほどですね。あと手芸男子部も作りたいと思ってます。手芸男子部ですって、ということですね。じゃあ興味のある方は、なんか面白そうだなと思う人は村上さんのところに、連絡してみてください。では今日お茶会ですけども、最初に来た時のお越しになられた時の、帰る時どうなっていたいですかという質問ですけども、疑問がクリアになっていたいということでしたけども、その願いは叶いましたか？もう12分になりました。はい、ということで、今日は新潟からお越しの村上千恵子さん、キルトスタジオ佐藤はですね、はい、の村上さんとのお茶会でした。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、失礼いたします。手などを。